はい。おはようございます。月曜日です。明日は休みです。僕ですね、あのー、今年は2021年なんですけども、えー、去年、まあ当然ですが、2020年、えー、去年の7月後半ぐらいに、ちょっとあり、いろいろありまして、 その後8月9月10月111121月まで約半年間僕、あのー、仕事休んだんですけどえー、まあずる休みではなくですねちょっとパニック発作を起こしてしまいまして、えー、休んでおりましたでこれですねなかなかそのガードマンとかにかかわらずですねこうなった人とかいると思うんですけど まあ、いなったことない人の方が多分多いと思うんですけど、えー、結構怖かったですねでまあなぜなったのかっていうところからいきますと、えー、まずですね、えー、そのパニック発作になる前なん、えー、でなったかっていうとでそれまで結構僕ガードマン以外にもいろんな仕事してるんですけど。 まあネットを使ったなんやかんやってこうやっててすごい忙しかったんですねで毎日えーガードマンやオフルタイムで入りながらえ家に帰ってもその作業するような生活でまあそれで寝て起きて,てただあの自分の中では別にまあそれほど大変じゃないって思ってやっててで別にその体調も悪くなるとかもなくて えー、どっちかというと体力ついてんじゃないかなって思うぐらい、えー、まあ、元気に働いて普通に過ごしてたんですけどただそのやっぱり疲れは溜まっててまあいつか休みたいなって7月後半だったんでその僕いる現場がちゃんと夏休み1週間ぐらいある現場だったんで、まあ、もうちょっとしたら休みもあるしみたいな風に考えてたんですけど。 でそれまでのその生活っていうのはやっぱり悪くてその仕事だけじゃなくて結局食生活とかだっもんに関してもちゃんとなんか飯食ってなかったりそのナッツ類とかある YouTuber さんのやつを見て水,水だけ飲んでや腹筋割れるみたいなのをやっててでも水ばっか飲んでペリエばっか飲んで。 あとそのくるみとかナッツとかばっか食ってそれだけで過ごしてたんですよ毎日毎日毎日過ごしててただそれでも別に何かあるってこともなくただただそう過ごしててでそのまあ去年の7月の本当後半の方ですねえある時ですねえその時はあの現場の,あの詰め所の近くで え草刈りにの作業員の人について、えー、まあ誘導を行うみたいなのをやっててまあそんな大変な仕事でもなかったんですけどまあ、ちょっと草刈りやってる時にこう車が来たらこうピーって笛鳴らしてこう止めたりちょっとなんか車を止めたりみたいなことをやってたんですけどでその日の朝朝礼の時にその熱中症について話をしててで まあその後始まって作業始まってえまあ仕事してたんですけどで結構暑いっていうかムシムシというか結構まあ気候が悪くてなんかちょっと暑いというより蒸し,蒸し暑いようなちょっと湿度が高めな感じだったんですねでその時に その時も結構空腹みたいな感じでいてでまあ普通になんか作業はしてたんですけどただそのまあ熱中症のやつがあるからまあできるだけ水分補給してっていう感じでやってたんですけどその時に休憩午前中の休憩だっけかな休憩の時に あのー、強い炭酸の飲み物あるじゃないですかあのー、す何て言うんだろうスパークリングみたいなエナジードリンクみたいなああいうやつをちょっと飲んじゃったんですよねちっちゃいやつだったんですけど結構そのなんか頑張るぞっていう時とかに飲んでたんですけどそれが多分預かったらしくてですねそれ飲んで カフェインがものすごい入ってるやつだったんですよね。あの、すごい強いカフェインで。で、それつけて、で、飲んじゃって、で、作業再開ってなって、立ったんですけど、だんだんなんか心臓がドキドキしてきて、で、 ちょっっっとやばいなっていなななててうかなんかんん不安になってきたんですよね心が不安定になるちょっと気分が悪くなってきて心臓ドキ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 いってその時熱中症だって思ったんですねやばいって思ってで熱中症の話聞いたばかりで怖くなっちゃってなんかこうとっさに死とかを連想し始めてちょっとやばいってなって で最初トイレ行きますって言って作業員さんが「うん」っつってこう詰め所のトイレに行くんですけども戻る時に足がフラフラしててハァハァ行っちゃってって感じでもう息荒くなって足フラフラでで冷や汗出てで個室にこう入るんですけども立ってられなくてぐさっとこう崩れるようになって。 ううんんんんここししたたたかったんで、うん、こしたんですけど下痢ですごい気分悪くなってでも心臓まだドキ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 いっててあこれやばいな熱中症だなって思ってでなんとかトイレ出てなが流してトイレ出てでふらふらになりながらその作業員さんとこに行って詰め所から近かったんで歩いてってちょっとうん。 ちょっとすいません熱中症かもしれないです。マジで具合悪いですってなって、あ、本当にってなってあ、じゃあ中で寝てた方がいいよって言ってもう元向けのないないさんに連絡した方がいいよって言われて、わかりましたって,言って連絡してで、車の中で、自分の車の中で横になってた説明書で。それでもドキ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 やって、あ、やばい、死ぬ、死ぬ、このまま死ぬみたいなあの、悪い方向に悪い方向にばっか考えちゃって、<laughs> でこうだんだん荒くなってきて、 その作業員さん来るまで多分12分いや23分だったと思うんですけど30分ぐらいに感じるぐらい長くて全然来ないな死ぬかもしんない死ぬかもしんないみたいになってでバーって来てあの氷とか水とか飲み物とかくれたんすけどもうその時にはもう頭が大パニック状態でで。 水とか準備してる時にもう俺声上げちゃって下げ叫んじゃって「なえなえさんもうダメだ」みたいになってでもうあと手足ガクガクブルブルでもう動かなくなブル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 ってなって水も持てなくて水を飲もうとするんですけど全部こぼしちゃってばわってこぼれちゃってでああもうダメかもしれないダメかもしれないってなってでもうこれダメだ救急車だっつってで元受けの人がみんな来て。 でなんか俺もその現場の監督の人に手握ってもらって「ああ大丈夫ですかね?」みたいなことを俺言ってもう死ぬかと思ってるんで「大丈夫ですかね死なないですかね?」みたいなこと言ってでその現場監督の人が「あ大丈夫だよこんな力あるんだから大丈夫大丈夫」っつってであと元請けの若い子に代わってもらって「あ大丈夫ですよ」みたいな感じでこう手握ってもらってでそれでだいぶ不安は和らいだんですけどそれでももう。 あもうダメだ死ぬみたいなのばっかり頭の中でこう浮かんじゃってで救急車来るまでなんかバクバクして歯入って目つぶってこう休もうとするんですけど全然ダメでずっと手握ってもらってはあってなっててで救急車がバーって来てでなんか「移動できますか?」っていうか「動けますか?」って言われて「いやもう動けないです」ってなって担架で。 段階乗せてもらって、で乗せてもらった時に、なんかこう、服脱がしますねっつって、俺シャツ着てたんで、シャツ脱がしたら、あの、ザコシュオの T シャツ着てて、ザコシュオみたいなの、をぼそっと聞いた、聞いたんですよねその運ばれる時に続きます。